では、記者会見の方を始めさせていただきたいと思いますので、大会会長ではまずよろしくお願いいたします。質問が取るんじゃないですか。いいですか。質問の方から入りましょうか。では、ご質問のある方は、前方にマイクスタンドの方をご用意いたしておりますので、挙手していただければご案内いたします。また場内にマイク持った係員もおりますでしょうか。環境農業新聞の成瀬と申します。私も北海道から沖縄まで、現場を取材して歩きまして、人間は50年生きれないんじゃないかと、これからそれだけ、現場で農薬化学肥料をふんだんに使われて、本当に日本の土壌も死んでるんじゃないかと。ましてまた中国の方でも土壌は、六角クロームでもろそ侵されて、また世界中の土壌がそういう重金属になり、いろんなものに汚染されていると。本当に先ほど貴重な素材が手に入らないような時代になってきていると。そこに、豊家自然農ということで、農業を由井会長がホメオパシーだけでは治らないと、日本人は、そこで、こういう食べ物から改善しなきゃならないということをおっしゃってます。で、今日はそういうテーマで、これからの日本の官庁、財界、国民、そういう方たちにですね、このホメオパシーについての件についてどのようにアピールしていくのか、具体的に教えていただきたいと思います。はい、農業について質問がありました。私やっぱりこの観光農業というのが戦後、農薬を使うということで、この農薬使わなければ、作物できない、窒素リン酸カリ人工肥料やらなきゃ作物できない、このように教えられてやっぱり60年来たわけですけども、ここになってですね、アトピーの子が農薬をかかったものを食べたらアトピーが治らないんですよ。リメディで良くなったとしてもまたぶり返してくる、この現実を見たときにですね、何がおかしいんだろうと考えました。ものすごく考えました。その時に食べ物はどうかって見たら、やっぱりそこら辺の、大型のところで安く買ってくる、だからそれを無農薬に変えていただいた時にですね、アトピーはリメディと、無農薬の野菜によってものすごい良くなったケースを見てしまった、この現実を私は黙っておることはできないので、やっぱり言いたい。だけど買いたくても買えないって患者さんに言われた時にですね、どうしようかなと思ったわけです。でその時に私は、これだけの余力があるかなと考えた時に、やっぱりこう自分自身が納得いくように作りたい、種から自家採取の種から作っていきたい、ここからね始まったわけですけども、人はね健康に生きる権利がありますし、人はね幸せになる権利があると思うんですよ。だからその幸せをこう持つために自分が行動を起こすんですよ。それで自分が健康になって、自分がね、私だって潰瘍性大腸炎でこんなね、アミノ酸等とか、まあ、言っちゃったけども防腐剤とかいろんなの入ってると下痢するというね、この腸を持ってたわけです。ですからこそ自分は何を食べたいか、安全なもの、そしておいしいもの、だからそれが巷になければ自分で作ろうじゃないかと思って作っていってます。私たちは土を汚さないんです。土にはねものすごいねミリオンというね菌がいるんですよ。この菌を殺してしまったら、この菌たちが、土壌菌たちが私たちの味方なんですね。ですからそこにですね、農薬や化学肥料をまくことでやっぱり土がどん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 死んでいきます。特にリン酸は土が鉱板ができるぐらい硬くなります。そしてまずは窒素は、硝酸体窒素が残ればがんになりやすくなりますし、でカリウムが入ればまた心臓病も大きくなります。
このようなことを考えれば、人工的なものをやらずに、私がやってるのはハーブや薬草を使ったり、それから発酵物を使ったり、それから希釈浸透はしてまして、物質はありませんが、気が高まるためにリメディを使ったり、このようなホメオパシー農業、発酵農業、それからハーブ農業、こういうことをやっているわけです。ですから全然まかなくても、私はもう8年半やっておりますので、作物ができてるし、ここにもパツパツのですね、レタスがですね、できてるわけですよ。でもし土がなければこのようにですね、トレーに入れて作ったらいいと思うんです。その代わり種はですね、しっかりした F1 でない遺伝子組み換えでないものを使っていただければいいかなと思っているわけですけども、このように発酵物を使ったりとか、ハーブを使ったり、イメージを使ったりすることで作物は育っていきます。菌たちが助けてくれるからです。菌たちにありがたいと思ってやっていかなきゃいけないし、土を健康に戻していきましょう。そのためには人工物をやらないということ、農薬は昔化学兵器だったということも聞きましたし、そういうものを形を変えて農薬で日本人は買わされているんだから、もっと賢くなって有機農業、ね、自然農をやっていただきたいと思います。以上です。他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。では恐れ入ります、前の方へお願いいたします。元気農業開発機構の坂本と申します。今日 の食心命という、題に対してですね、少しお話しさせていただきたいと思うんですけど、今日、奇跡的なホメオパシーの奇跡的な治療方法を見てですね、食と心と命というのは、適切につながっておる、また、この結果によって神の寵愛が、もたらされているんだなということを感じながらですね、聞かせていただいたんですが、特にここに会場には女性のお客様が非常に多い、またいつも会員の方も女性が中心になっておられると、男性が反応が遅くなるのはどのような理由があると思われているのかとですね、それとお母様が本人以上に注意して喜んでる姿、この辺のところとですね、旦那様がどういう反応を起こしているのかとかですね、この辺のところを、少し教示いただきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、私自身がとんでもたらこと呼ばれてまして、怪しいらしいですよ。ですからホメオパシーと言ってもユイトラコ、おお、あいつは怪しいなっていうのが出るそうです。なぜかというと、10の60乗というね、一分子もないんですよ。そんだけ薄めているから効くわけねえだろうってこうみんな言うわけです。特にですね、左の脳が勝ってる男性はね、なかなか信じられない。だけどこう実際見てですね、この白血病にしろですね、もうプレゼンターバナジーさんもプラティックバナジーさんも、この脳腫瘍やのね、骨がんやのね、全身の骨がんですよ、ああいうのを治せるんですよ。ホメオパシーってすごくないですか。でまたうちのですね、うちのですね卒業生たちのあのケースを見てください。でね、やっぱり最初にね、女性っていうのは直感型なんで、直感型でゆえに子供にとって何がいいだろう、ね、猫犬にとって何がいいだろう、環境にとって何がいいだろう、まず先に考えるのは女性だと思うんですよ。こういうふうに考えるのは、昔はですね、八つ咲きにあって魔女と呼ばれてましたけども、今では賢い母さんというふうになります。賢い母さん、希釈浸透されたホメオパシーという感じになります。最初はね、奥さんが私たちに来ます。一番子供のことで来るわけです。だけど子供が治るのをもう目の前にして、奥さんはもうホメオパシーに入っていくんですよ。でその後に旦那さんも入れたいんだけど、旦那さんはどうしてもやっぱりロジックなのを持ってますから、怪しいって言ってね、一緒に来られるわけです。で来られた時にいろんな質問を私も聞きます。でその時に、旦那さんのどっか痛いとこないって言って聞きます。
そうすると腰が痛いと何とか言った時にリメディをあげるんですよ。ラストックスって漆のリメディとかね、アーニカっていうリメディあげるでしょ。そうすると良くなるもんだから旦那さんも変わっていきます。で、問題があったケースはありましたよ。確かに奥さんがねすごいおとなしい人だったんだけど、リメディ取った後から奥さんがものすごいね強い奥さんに変わっちゃったんですよ。そのおかげで、トラコさん、私はねこの人のねおとなしくてね、散歩下がるところは好きで結婚したんだけど、このリメディを取ってからもう偉そうで口は達者で元に戻してくださいって言われましたけど、本来その方の自然のままに戻っていきますので、リメディもリメディは人間にしろね、それから植物にしろね、何にしろ猫にしろね、そのものらしくなっていって自然体に戻っていきますからね、奥さんはもともとそういう性格だったんですよ。猫かぶってたのかなっていう話をしまして、でもねだん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 男性もですね、私たちが治せばですよ、ホメオパシーに対してまあ物質がなくてもこれは効くなっていうようになりましたよ。そんなところです。 If you want See, one of the most senior and reputed economists in the world built an extremely efficient and huge banking institution by giving loan only to the ladies. 非常に長けた年の取った経済学者がいまして、この方は銀行、世界一の銀行を作ったんですね。でどうやって作ったかというと、アホの人たちにお金を貸すことによって銀行を大きくしてたんですね。He said that if you give a man money, he'll go and drink. If you give a woman money, she will go and feed the family. そして彼が言ってたのが、男性にお金を渡すと、飲んでお金を使い果たしてしまうが、女性にお金を渡すと、家族のためにそれを食べ物に変えていく。See, in most, my prediction is that in most of the sensitive healthcare areas, women will play a very large role in this and the next generations. そして、私が伝統的に感じるところとしては、この世代、そして次の世代というのは、福祉の家庭においては女性が非常に重要な役割を担うのではないかなと思っています。See, because at some point in the lady's life, there comes a time when there's childbearing and then the professional obligations or work outside the home cease. そしてなぜかというと、女性というのはある地点で子供を産むタイミングが出てくるわけです。その時には今まで仕事としてしてきたことを一旦中断しなければなりません。 At that point of time, they have some little time on their hands while looking after a child and making the child grow. そして子供の世話をする時に、時間ができるわけですね。But at the time when the head, looking after the child stops, that is almost 3 or 4 years after the birth of the child. そして子供の一番大変な時期って1歳から3歳ぐらいだと思うんですけど、3歳ぐらいから、ある程度時間に余裕ができるわけですね。There is a radical shift in the thought outlook in the ladies. 女性のものの見方がそこで劇的に変わるんです。Because now they are mothers.なぜかというと、女性から母親になったわけですから。And not only are they mothers, but they have not been in the outside world doing a job for 3 or 4 years already. そしてさらに言うと、外の世界で仕事をすることをやめたこの 3、4年間という時間ができたわけなんですね。The fact that they have not been in the mainstream outside world for that duration of time when they're looking after the child, and also the fact thatNow healthcare has become a primary concern in their life because they are now they have a small child to look after. Many ladies are turning to alternative medicine. そして外の世界との関わりがある意味なくなり始めた前ほどの関わりがないことと、子供がいることによって健康に気遣うようになった、そういう立場から考えて代替医療に目を向ける方が増えています。Which they think is less harmful than giving antibiotics or conventional medicine.例えば抗生物質だったり、医薬品を与えるよりも副作用が少ないものですから、 I think we should ask the ladies. これは私が答えるより皆さんに聞いた方がいいですよね、女性の皆さんに。
ありがとうございました。では、他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ、こちら。すいません、今日はホメオパシーは科学であり医学であり統合医療であるという素晴らしいテーマで、バナジー博士の、バナジープロトコルの豊富な事例のご紹介など、大変有意義なお話を本当にありがとうございました。でここ私はユイトラコ先生が素晴らしいホメオパシーの世界というものを人を育てる環境を構築しながら大変なバッシングに遭いながらその一番大変な時にこの豊受自然農ということを始められたその勇気とバイタリティ、そしてすぐに現場の神奈美にも行かせていただいて、どんなに起きようとしだろうと思う時にもう前を見て素晴らしい、これ人の3倍5倍10倍20倍のエネルギーがないとできないようなことをしてらっしゃるのを見てすごく感動したんですけれども、インドはとりわけやはり私はワールドフォーラムという講演会もやってまして、11月にインドの、バンダナシバさんというやっぱり命の種を取り戻せという活動をしてらっしゃる方の、上映会と講演会をさせていただくんですけれども、インドでやはりその農というところで大変な農家の方がご苦労されているという中で、そういう中で本当にそのホメオパシーの全体性というものを生かすためにトラコ先生が始められているこのカンナミ、スタートの時からご覧になっているかと思うんですけれども、それについての改めてそのバナジープロトコルというシンプルなものからその食まで含めたトータルなそのホメオパシーというものへの、ご感想というか今日お聞きになって改めてお伺いしたいと思ったんですが、最初にバナジーさん親子にお聞きしたくて、それから後でユイトラコ先生には私今日表彰を受けられた方の中で5日間の豊受自然農のメニューを受けられた方の短いコメントだったんですけれども、あれを聞いてなんかこういうものが5日で経験できるんだったらぜひ行きたいなと思ったので、そのメニューは後でトラコ先生の方からご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。その3人に1人ががんになる日本におけてですね、私がやっぱりバナジー親子をもう一度お呼びしたんですね、私の身近な人たちもがんにどんどんなっていく中で本当にこれは困ったことになったなって思っているわけです。で非常に、彼らの治癒率が高い、ましてがんを治せるっていうのはこれはもう私たちは学ばない手はないと思いまして、これで3回目になりましたけども、どんどん学んでですね、彼らの症例を見せていただこうと思って今回は呼んだわけです。でインドの食事のことも先ほどさくらさんが聞かれたようですけど、インドはね日本みたいに防腐剤なんかあんまり入ってないんで、あんまりこう食事にねあんまり気をつける必要はなかったりして、自分たちでこう作ったものを食べてるので、ですから彼らが今徹底的にやろうとしているのは何としてもこのがんをホメオパシーでどうやって治すかっていうことを徹底してやろうとしてて、である種のがんはある種のリメディでやれるんだっていうのを取っていこうとするから、1日1000人の人たちを見てるわけです。それもただで見てるわけです。
だからそういうことを彼らはやっているので、私はその彼ら の, その意気込みと、それからそのホメオパシーで治すんだっていう、でこの60何年もですねホメオパシーをやってくれたお父さんババジね、彼がやっぱりホメオパシーは立ち上がれと、で堂々とやりなさいと、で私たちも堂々とやってるし科学的な根拠も出してるというふうに言ってるのを見て、本当にねインドのように研究班を作ってどんどんやりたいなと思うところであるわけです。What do you think? すいません、その1日1000人も見てただで見てらっしゃるって素晴らしいと思ったんですけど、それは政府から助成というかそういうものが何かあってなんですか？No, see, in our clinic, on an average day, as I showed you, about 1,000 to 1,200 patients are there. About 800 of these 1,000 to 1,200 patients are seen free of charge. そして、その答えは、ノーなんですけど、政府の援助はもらっていません。で、その1,000人、1日来るうちの800人は、無料なんですね、治療が。Months medicine, at the most,will cost how much yen? 30 yen? No. 100 rupees. 100 rupees. 1,000 yen. No? Other. One and a half US dollar. So 150 yen. 150 yen. So, デメディ1ヶ月分というのは日本円に換算しますと150円なんです。So like this, we have about, you know,We keep these assistant doctors. We like to keep young assistant doctors because we take them fresh from the medical college, keep them for 3 years, 4 years, and tell them to go and practice independently. So they have the same model where they see patients with fees at a particular time and see patients for free at other times. そして、なるべく若いその医者をよ助手みたいな形でつけてるんですね。で、医大から卒業してすぐに3、4年で、彼らを卒業させるんです。で、卒業させたら彼らも同じような形でそれぞれの村だったりしてそういうところで展開してもらっています。で、やり方も一緒で、無料の診療するときと、有料のときと時間を分けたりして、やっています。 So in this way we have about 37 other clinics other than oursそしてそれによって私たちの診療所以外にも37拠点持つことができました。So each of these clinics on an average day sees about 200 to 300 patients. そしてここの、平均として200から300、1日あたりの、患者数があります。Of which out of 300, 200 would be seen free. そして300のうち200がだいたい無料でやっています。So in this way, we are trying to spread the word and...See, our medicines are wonderful. The way they act, homeopathic medicines, they are wonderful. There is no medicine in this world which can return normal architecture.そしてこのようにして口コミを広げようとしているわけですね。評判を広げようとしています。私たちのレメディーっていうのは本当に素晴らしいレメディーで、組織を元のように戻せるような薬というのは他には存在していません。 UnfortunatelyWe don't get any help from our government to we don't get any financial support from our government so that we can do whatever we want on by our own decision. で、実は公にも政府の援助はもらってないんです。おかげさまで自分の好きなように研究を進めていることができます。はい、ありがとうございました。では、ご質問じゃあ恐れ入ります。お願いいたします。One more thing, we would really like to invite the Japanese people, the homeopaths who are interested, because Dr. Wu is organizing a journey to India for a conference in Delhi. And from there, she is planning to visit our clinic. Yes, yes. And she is planning to take some, whoever of you are interested to come. We would really be privileged to be able to show you our clinic and how it runs.そしてホメオパスで私たちの診療所に興味ある方、ぜひ実はですね、今度、ユイ大会長が、デリでカンファレンスをやる予定なんですが、その時に私たち その診療所も来てくれるということなので、もし興味あればぜひ一緒に来てください。どうぞ。
富士産経ビジネスサイト新聞社でございます。今日は貴重なお時間いただきましてありがとうございました。今まさにおっしゃったですね、バナジー先生のインドについてちょっと興味があるんですけども、インドではですね、今日の発表にもございましたように、ホメオパシーで、がんも治すというようなですね、エビデンスも含めて画期的な結果が出ております。で、先ほど先生おっしゃったようにインドの方は非常に心身深いと、レントゲンも悪くなるんじゃないかと思ってやらないぐらい、まあ、ジョーク言ってましたけども、要はいいものであれば、心身深いのであれば、素直にですねインドの方っていうのは取り入れるのかなと。日本の場合はまあ、怪しいだとかですね、既得権益がどうのこうのいうことでなかなか広まらないんですけども、インドでホメオパシーというのはどのぐらいの市民権があるのかということと、まあ、あと実際にまあ、ホメオパシーを受けるだとかですね、その支持層も含めてどのぐらいの層があるのかというのを教えていただけたらと思います。ホメオパシーは非常にポピュラーシステムインインディア。After independenceIn 1952, there was a question that whether homeopathy can be approved or not. そして、ホメオパシーそのものは非常に人気が高いものです。市民権をも得てまして、独立された1952年で、実はここの時に話し合いがあったのですね、このホメオパシーについてどうするかということを。There was a strong objection from the conventional side that homeopathy should not be allowed to continue.その時に、西洋医学の方が、猛反対をして、ホメオパシーを続けるべきではないと言われてたんです。The then health minister of India, the first health minister after independence, Rajkumari Amrit Kaur, she told that I use homeopathy, I get a good result. So there should be a survey of all over India.To see what is happening in the medical system. そしてその当時の厚生省の、長だった方、カーシンという女性なんですが、彼女自身はホメオパシーを使っていて非常にいい結果が出ているって、これは、世の中 の, その、市民の人たちに聞くべきことなのではないかと言ったんですね。で、実際に医学そのものはどうなっているのかとよく見なければいけないことなんじゃないかと。So the government formed a committeeHomeopathic Enquiry Committee, comprising of the Director General of Health Services, 2-3 members of the Parliament, 2-3 MN doctors, total about, and Secretary of Health, about 7 or 8 member committee, and they were given time of 1 year to visit all over India and to give a report. Then that committee visited all over India. They used to...come to one city, then they used to invade, go to the villages to have known that what medicines they are taking and others. Then that they published a book, Homeopathic Enquiry Committee, 1952. And that was given to the government.そしてその時にですね、コミッティ、団体を作りまして、協会を作りまして、ププリの関係の方が2名、国会の方が2名、そして厚生省の方が2名、2、3名ですね。そして、西洋医学の方と、そしてホメオパシーの方はそれぞれが2、3名いる、全部で7、8人ぐらいで構成されたコミッティなんですが、1年かけてインド中を回って、その村も全て含めてどういうものを使っているかということを調べてくださいということで、1年後にその本が出版されました。The committee gave a report. 75% of the Indian public depends on homeopathy, only 25% on the conventional treatment. そこで出た調べとしては、統計として人口の 75% がホメオパシーを使っていて、西洋医学を使っているのは 25% でしかなかったと。Then the honorable minister asked whether he will ban allopathy or not.そこで再度、質問したわけですね。厚生省の、長の方が、これでもホメオパシーを禁止するべきでしょうかと。Because most of the Indians, they don't use allopathic medicines. そのすでにホメオパシーがこんだけの市民権を得ていて、そして西洋医学を使っていない方が大半だと。
whatever you see, you see in the villages, in the towns and cities. Outside that, very few people rely on allopathic treatment. 大都会を、横大都会はさておき、他の村とかちっちゃいところで行きますと、やっぱりホメオパシーが、一般的なんですね。Another survey was again made in 2002 and revealed the same thing. 実は2002年も同じような調べをしました。And homeopathy is fully legalized treatment, and people have the option whether they would go for conventional or to us, so we can treat freely serious disease and don't work illegally there.そしてそこに対しても統計的に変わっていなかったので、おかげさまで私たちはその深刻な病気も、ホメオパシーを使って、合法に治療できるんですね。Moreover, so much expensive the conventional treatment beyond the reach of the common people. そしてもう一つ言えるのが、西洋医学は非常に高額なので、一般的に買えないということなんですね。See, also one more thing. There is aIndia has a population of 1.16 billion people. あともう一つインドの人口なんですけど、11億なんですね。11億。And only 15% of the population of India live in cities. そのうちの 15% のみが、都会に住んでいます。So those who live in cities still have access to some healthcare.But those who do not live in cities, their access to healthcare in terms of allopathic hospitals or conventional treatment is very limited. なのでこの町に住んでいない方たちというのはその、西洋医学に行く術すらないということなんですね。So if someone falls sick in a village, they may have to travel 20, 30 kilometers to a hospital. 例えば誰かが村で病気になると、一番近くの病院まで20とか30キロも走らなければいけなかったりするんですね。Whereas most school teachers are amateur homeopaths. 実は学校の先生が実はアマチュアのホメオパスとしても活躍されてるんです。And some of these amateur homeopaths have huge practices. They see hundreds of patients a day. そして非常に臨床経験も高い。例えば1日に100人も見たりするんですね。アマチュアと言いながら。わかりました。ありがとうございました。はい、あ、じゃあ、最後お一方では。どうも、今日はありがとうございました。素晴らしい症例をですね、ご紹介いただきまして、事実として本当にいい結果が出てるんだなということを改めて実感いたしました。私は市民の人権擁護の会というところで、精神医療の問題を主に扱っております。そういったところで使われる薬はもう本当に人々を非常に危険な状況にさらすということはもうすでに由井先生もご承知のところだと思うんですが、実は一点私非常に故郷インドの方がお見えになっているということで非常に気にしていることがございます。何かというと通常病気というのは、病気になった後に薬が処方されるわけです。ところがインドでは状況がちょっと違う状況があるんですね。何かと言ったら治験です。薬のいわゆる臨床試験が非常にインドで多く行われていると。でそれによって非常に多くの子どもたちがですねその犠牲になっているということを耳にしております。やはり病気が治れば薬は必要ないわけです。しかしその前に病気でもない子たちがどんどん貧困を主な理由として治験の実験台にされていると、こういう状況をですね私としても本当に危機感を持っております。やはりインドはそれこそ11億の人口がいる、これは大国です。そのインドがやはり子どもがいなくなることで未来がなくなってしまうと、こういうことがないようにぜひしていただきたいと思います。その意味でぜひお二方にはですね、ますます、頑張っていただきたいとこのように思う次第なんですが、何かそれについて思うところがあればぜひ、ご意見聞かせていただければと思います。 Thank you very much.確かに
インドは、貧困の差も激しくて、全体的には要するにこう貧困な、人口が多くて、そうなるとやっぱり薬の治験をするには格好の餌になるとは思うんですね。で今このホメオパシーをやってる先生方に多分それを聞いてもあんまりわからないと思うんですけど、どこでもそうですけど、日本人だって外国に行ってですね、いろいろ体をですね治験のために使ってる方々で、外国に行けるからいいわって言って簡単にですね行ってる方々もいっぱいいらっしゃって、結果的にそうやって治験をされて体がボロボロになって、頭もこうフラフラするような感じで、こう考えることできないような、こういうこうモルモット的な感じになってる方もいらっしゃるのは、これはどこでもあることだと思います。特にインドで多くあるんでしょう。それは貧困であるがためにですね、まあ親がそうやって子供に使わして、でも日本だって新しく出てきた、薬に対しては、私の患者さんなんかもタダだからって言って使ってましたよ。でそれはまあ結構どこでもあるところで、タダほど恐ろしいものはないっていうところでしょうか。でやっぱりうつとか、ちょっと調子悪いなんていうのは人間生きてる限りにおいてはですね、どうしてもですね、こう悲しくなったり辛くなったり楽しくなったり喜んだり怒ったり、まあ生きてるからこそですね、こういう感情になるんでありますので、それでこううつ剤ちょっと具合悪いってなると、こううつ剤を取るっていうやり方を1999年ぐらいから始めてらっしゃるけど、本当にこう生きてるからこそ症状が出るし、生きてるからこそ感情が出るんで、本当にちょっとばかりの落ち込みなんていうのは私なんかもいっぱいありますしね。だからなんてことはないので、ぜひですね抗うつ剤を取らないようにしていただければなって思うところであります。ぜひですね、なぜうつになるのか自分自身に聞いてみてください。そしたら自分が責めるからうつになるんであって、自分が自分を責めなかったらうつなんかならない。なんぼ人がガンガン言ったって、自分を卑下しなければ自分を責めなければうつにならないのだから、あなたは本当にいいとこいっぱい持ってんだから、自分のことを悪く言わないでもらいたい。で自分のことを罪悪感にならないでもらいたい。特に日本人の方々は罪悪感政策によって罪悪感になること多いので、あなたは素晴らしいんだよそのままで。こんなところで許してください。多分これ分かんないと思いますので。はい、それでは、以上をもちまして、ドクタープラサンタパナジーホメオパシー研究財団、そして JPHMA の共同記者会見の方を終了させていただきます。多くの日本の国民の方に、ぜひこのホメオパシーの素晴らしさを知っていただけたらと思います。ありがとうございました。それではパッチテレビをご覧の皆様、本日の配信これにて終了となります。明日も日本時間の11時10分ごろ、そして13時45分ごろ、はい、大会の模様を配信する予定となっております。ぜひご覧くださいませ。はい、最後にみどりさん、ありがとう通訳。